鹿間ぞめ。一。武蔵又八などが小笠崎を去って、立つ秋と共に京都の方へ移っていた頃、伊織は長岡佐渡に伴われて、海地を武山へ向かい、佐々木小次郎もまたその便船で小倉へ帰還の都についていた。お杉婆,婆は昨年その小次郎が江戸から小倉へ赴く際、途中まで功を共にして、家事整理と放映のため、 一度、美雅坂の郷里へ戻った。卓庵も江戸を去り、近頃は田島の郷里ではないかという噂。かくて、その人々の足跡と所在とは、この秋以上のようにほぼ分かっていたが、今なお、用おとしてわからないものは、習いの泰造の逃亡と前後して、消息を絶ってしまった城太郎。明美も、どうしたか。これまた、風の便りもない。 それと差し当たって命さえ案じられるのは、九度山へ引っ立てられていった無双ゴ之助の身の上であるが、これはいよりの口から長岡佐渡に漏らせば、佐渡の交渉一つで、なんとか救いの道はつこうというもの。もっとも、その前に関東の長者という疑惑の下に、九度山州の手で殺められてしまえば、これはもはや救いも交渉の余地もないことだが、 聡明なる雪村親子の目に留まれば、そんな剣技は立ちどころに晴れ、あるいは今頃、すでに自由の身になって、帰って寄りの身を暗示、探しているかもしれない。むしろ、ここに一人。身は無事でも、憂うべき運命の人がある。以上の誰を差し置いても、ひとまずそれを語るべきであろう。言うまでもなく、それはお通。武蔵やるがゆえに、息もし、希望もし、 ひたすら女の道を女足らんとしながら、野牛の城を離れてからまた、とつぐ年頃も早すぎかける片押し鳥の一人身を、旅人の目にいぶかられながら、虚しく旅にくちんとはして、一体彼女はこの秋を、どこに武蔵の見た月を見ているのだろうか。お通さん、お通さん、いるかのはい、おりますが、どなた様ですか 万兵じゃが。と、その万兵が、柿殻の白くついている芝柿越しに顔を伸び上げた。おう、朝屋の旦那様でいらっしゃいますか。いつもようお働きだのう。せっかく働いているところ、邪魔しては悪いが、ちょっと話があるで。どうぞ、お入りくださいませ。そこの軌道を押して。と、お通は、髪にかけていた手ぬぐいを、藍に染まった青い手で、 つまむように、そっと取る。ここは、晩州の鹿間の裏で、鹿間川の水が海へ注ぎ出るところ、三角形になっている河口の漁村。だが、お通が今いるところは、漁師の家ではなく、そこらの松の枝や星竿に、かけ渡してある藍染めの布を見ても、すぐ知れるように、鹿間染めと世間で呼ぶ、ん染めをなりわいとする、小さい染め屋の庭にいるのだった。 に、そうした小さいコン染め屋は、この海辺の部落に何件もあった。染めは月染めといって、何度も染めうにかけた愛の布を、薄に入れては、綺でつくのだった。だから、ここのコン染めは、糸が綴れるまで来ても、焦ないと言われて、諸国の需要がある。綺を持って、紺の布を、薄でつく仕事は、若い娘たちの仕事として、染め屋の火器のうちから、 どこかの浜へ聞こえてゆく。若い先導集の中に思う人を持つ娘は、その歌の声でも知れると、里の者はよく言う。だが、お通は歌わない。彼女がここへ来たのは夏の頃で、絹を持つ仕事にもまだ慣れなかった。今思うと、この夏、暑い日ざかりを、先週堺の小林太郎左門の棚崎を脇目もせず、 港の方へ歩いて行った旅の女は、あの折、いおりが後ろ姿をちらと見た女性は、やはり彼女であったかもしれないのである。ちょうどその頃、お通は境の港から、赤間が関へ行く便船に乗って、その船が鹿間へ寄港した折、この土地へ降りたのであったから。とすれば、なんという惜しさ、運命に盲目な人間の哀れさ。彼女が乗ってきたその船は、 海鮮問屋の太郎左衛門の持ち船であったに違いない。日こそ違うが、同じ境を出た太郎左衛門ぶには、その後、細川家の頭が、こぞって乗船した。そして、その牛尾寺を、長岡佐渡も、よりも、岩流佐々木小次郎も通った。岩流や佐渡とは、吉や顔見合わせても、知らずに過ぎようとも、どうしてよりと会えなかったろう。いつの船でも、 しかまの裏には寄るものを、実の姉、と、あれほど探しているよりに、一つ裏辺に寄りながら。いやいや、会えなかったはずとも言えるのだ。細川家の家中が乗船したので、道の間や、友の席には幕を張り巡らし、普通の町人、百姓、道者、僧侶、芸人など、一般の者は皆、箱のような船底へ区切られ、 のぞきみもできなかったし、しかまへ寄って、彼女が船を降りたのも、夜明けのまだ暗いうちであったから、いよりがそれを知るよしもなかった。しかまは、乳母の里だった。彼女がここへ来たことから察知ると、ある野牛を立ち、江戸へ行った頃には、もう武蔵もたくあんもいなかった後で、わずかに野牛家や宝条家を訪ねて、武蔵の消息ぐらいを聞き、 再びその人に、あわ屋の一心から、旅へ旅へ、春から夏を歩き過ごし、ついにここまで来たものと思われる。ここは、姫路の城下に近く、同時に彼女が育った郷里見まさの吉野郷へも、そう遠くない。七宝寺で育てられた頃の、乳母はこの鹿間の染め屋の妻だった。思い出して、身を寄せたものの、故郷に近いので、外を出歩いたこともない。 うバはもう五十近いのに、子もなかった。それに貧乏でもあるし、ただ遊んでいるのも心苦しく、薄つきの仕事を手伝いながら、ここから遠くない中国街道の頻繁な噂から、もし武蔵の頼りでも知れようかと、歌もない多年の会えざる恋を秘めて、染め屋の庭の秋の日の下に、黙々と毎日記念を持って思いついていたのであった。 そこへ何かを降り切って話があると尋ねてきた万兵衛。近所の朝屋の主人である。何であろうお通は愛の手を流れで洗って、ついでに美しく汗ばんだ額も吹いた。三。おり悪く、おばさんもお留守でございますが、どうぞおかけ遊ばして。 お前の縁の方へ誘うと、万兵衛は手を振って、いやいや、長居はせぬ。わしも忙しい体じゃ。と、そのまま立ち話に、お父さんのお里は、作州の吉信じゃそうな。はい。わしは長年、竹山城の五条家宮本村から、下野城のあたりへは、よう朝の買い出しに行くが、近頃、去るところでふと、噂を聞いてな。噂それは誰の お前のさ。な、まあ。それから、と、万兵衛はニヤニヤしながら、宮本村の竹蔵というものの話も出たりして。え武蔵様の顔色を変えたのはっはっは。秋の日が、万兵衛の頭にてらてら遊んでいる。暑いと見えて、万兵衛は脳天へ手ぬぐいの畳んだのを乗せて、お銀殿を知ってじゃろう、と、地へしゃがみ込んだ。 お通も、愛に染まった布けのそばへ身をかがめて、お銀様とは、あの、武蔵様のおう上にあたるそうじゃ、大きくうなずいて、そのお銀殿に、さよの三日月村でおうたところ、お前の話が出てな、びっくりしてござったわい。私が、このやにいると、ほつげなされたのでございますかそうじゃ、何も悪いことあるまいて、いつだったか ここの染屋のおばからも頼まれた。もし宮本村辺へ,へ行って、武蔵殿の噂でも聞いたら、何なりと耳に入れてほしいと。で、良いよお方におうたわいと、道端であったが、こちらから話しかけたのじゃ。お銀様には、今、どこにおいでなされますかひらと何がしとやら、名は忘れたが、三日月村の郷子の家にいるそうな。ご縁家でございまするか 多分、そんなことじゃろう。それはともかく、お銀殿がいわっしゃるには、何かと、くさぐさの話も積もっている。ひそかに告げたいこともある。いや、何よりは、恋しい、会いたいと、道端も忘れて、泣かぬばかり。おつうもふと、まぶたをあからめた。思う人の姉と聞くからに懐かしいのに、ふるさとの日の思い出や何や、急に胸へこみ上げてきたのであろう。ご、 おいにく、往来中でな。手紙もかけぬが、ぜひ近いうち、三日月村の平田と訪ねて訪れてくれまいか。こちらから行きたいのは山々だが、そうもならぬ事情があるので、と、言わっしゃるのだが。では、私におおうお、詳しゅうは言わぬが、武蔵殿からは、時より頼りも来ているそうな。お通は、そう聞くと、一も二もなく、今からでもと、もう胸に決めていたが、 ここへ身を寄せてからは何かと暗示もし相談相手にもなってくれている乳母へ黙って答えてはと。行くか行けないか晩までにご返事に伺います。と万兵衛には返事した。万兵衛はぜひ行ってくれと進め。明日ならば自分も作用まで行く商用があるからことに都合がいいが、という。下書きの外には秋の昼を 油のような海が、毛だるい波音を繰り返していた。と、下記を背に、海を前に、膝を抱えてさっきから、ぽつねんと、黙草していた若い侍があった。四。若い侍は、十八区、まだ、二十歳を出たとは見えない。凛々しい服装をしている。ここから、 わずか一里半しかない姫路の人であろう。池田家の藩士の子息と言ったら間違いはあるまい。釣りにでも来たか。しかし、ビクや竿などは携えてはいない。染め屋の芝垣に持たれて戦国から、砂の多い崖に座り、時々砂を掴んではもて遊んでいる。そんなところはどこか子供っぽい。よ、お通さん。火器の中で万兵衛の声だった。 夕方返事してくれないか行くとすれば、わしは朝、早立ちじゃ。都合もあるから。どぶりどぶりと、砂浜に打つ波音の他は、からんと静かな真昼である。万兵衛の声は、大きく聞こえる。はい、夕方までには、ご親切に、ありがとうございました。低い、お通の声でさえも。軌道を開けて、万兵衛が出て行くと、それまで、 カキの裏に座っていた若い侍は、ついとを起こして、万兵衛の姿を見送っていた。何か、見届けるような、しかとした眼差しで。だが、その顔は、胃腸型のわらあみ傘で隠しているので、その表に、どんな感情を潜めているかまでは、はたから伺うよしもない。ただ、不審なのは、万兵衛を見送ってから、今度はまた、 しきりとカキのうちをのぞいていたことだった。ごとんごとん。きねのおとがもごしていた。おつうは何も知らぬようすで、まんべいが帰ってゆくと、再びきねをもって、うすの中のこんぞめのぬのをついていた。よそのそめやの庭から、同じようなきねのおとと、そめやむすめのうたがのどかに流れていた。おつうのきねにも、さっきよりは力があった。 我が恋は愛染めてこそ、まさりける、しかまの布の色ならねども。歌わないお通は、鹿衆か何かにあった、そんな歌など胸につぶやいていた。頼りもそこへ来ているとあるから、お銀様に会えば、恋う人の消息もきっと知れよう。女は女同士、お銀様へなら自分の気持ちを語ることもできる。武蔵様の実の姉。 きっと、妹とも思って、聞いてくださるにも違いない。つく、きねはうつつ。しかし、久しぶり心は明るく、堀川百種のうちの、ハリマナダ、恨みてのみぞ杉市角、杉下こ今宵泊まりぬ、青の松原。の、歌主の心と同じように、いつも果てなく悲しい、波彩とのみ見る海の色までが、今日は明るくて、さんさんとまつげに輝いて、 希望そのものを波打つかに思われる。ついた布を彼女は高い竿の上へかけ渡して、ふと一人心を慰みながら万兵衛が開け放しに出て行った木戸の扉から何気なく外へ出て浜を見ていた。と、彼方の波打ち際を網笠の影が急ぎもせの足で歩いて行った。白い潮風を横ざまに受けながら。 何がなし、お通は見守っていた。けれど別に、何と思ったわけでもない。他に、目をやる鳥一は、見えない海だったからである。五。その屋の乳場とも測り、万兵衛へも約束をつがえたと見え、次の日、朝間だき。では、どうぞっかいでも。お通は、朝屋ののきへ、 万兵を誘い合わせ、その万兵に伴われて、鹿間の漁村から旅立った。旅と言っても、鹿間か,から左右号の三日月村までのこと、女の足でも一夜止まりでゆるりとつけよう。姫路の城を北の空に遠く眺め、辰野街道へ。おつうさんはい。お芝達者のようだな。ええ、旅には割合に慣れておりますから。 江戸表まで生きなすったそうだろう。よくもまあ、女一人で思い切って。そんなことまで、染谷のおばが話しましたか何もかも聞いているわさ。宮本村でも噂しているし。お恥ずかしゅうございます。恥ずかしいことがあるものか。好きな人を、そうやって、慕っていなさる心ねば、不憫とも、優しいとも言い,いようがねえ。だが、お通さん、お前の前だが、 武蔵殿も少し白状だのう。そんなことはございませぬ。恨みとも思わないのかい。やれやれ、余計にいじらしい。あのお方は、ただもう、ご修行の道にひたむきなのでございます。それを思いきれない私の方が。悪いというのかいすまないと思っております。うーん。うちのかかわにも聞かしてやりたいのう。女はそうありたいものう。お銀様はまどよそへ。 お片付きにならないで、ご親類にいらっしゃるのでございますかそ、どうだろう。なんでは、話の方を追って。俺に茶店がある。一休みしようか。街道の茶店へ入って、茶を飲み、弁当など開いていると。よう、し、かまの。と、通りかけた孫や荷持ちの造人たちが、なれなれしく言葉をかけて。今日は、半田のの賭へは読んだのか。こないだは、 朝晩にさらわれたと、みんな口をしがっていたぞい。などと、万兵衛へ行った。今日は馬はいらないよ。万兵衛は、辻まの合わない言葉を押し付けて、急に慌てながら。お嬢さん、行こうか。と、軒を出た。生やすように孫たちが。嫌にそっけがねえと思ったら、バカに綺麗な女子と、今日は道連れだ。やろう、おがに言いつけるぞよ。はっはっは、返事もしねえわい。 後ろで言った。しかまの朝や万兵衛の家は、店は取るに足らない小店だが、金号から朝を買い集め、それを漁師の娘や女房たちの手ない職に出して、小砂や網の製品とし、ともかく一個の旦那と言われているものなのに、その万兵衛が街道端の人族たちと友達のように馴れ馴れしく言われるのは、いぶかしかった。万兵衛も気が差したか、二三丁を歩いてから、 お通の疑いへ答えるともなく、仕様のない奴らだ。いつも山出しの二段に雇ってやるものだから、人に冗談口ばかり叩き寄って、とつぶやいた。しかし、その孫たちよりも彼にとって、もっと注意すべき人間が、今、休んだ茶店のあたりからついてきたのを万兵衛も見逃していた。昨日浜にいた、荒が笠の若い侍である。 風たより。一。ゆうべはたつのどまり、万兵衛の新雪下にも途中にも何の変わりはなかった。そして今日、さよの三日月へ着いたのは、もう山の背に日も薄ずき、なんとなく秋のゆうべの身に迫る頃だった。万兵衛様、疲れたのか無口に先へ歩いてゆく連れを呼びかけて、ここはもう、 三日月ではございませぬかあの山を越えればすぐ、猿者、宮本村。おつうが、後ろで一人囲つと。おいの、万兵衛も足を止めて。宮本村もしっぽう寺も、あの山のすぐ向こうじゃ、懐かしかろうが。おつうは、懐かなかった。夕づく空に、黒々と連なっている山の波を、ただ見守って。そこに、 いるべき人のいない参加は、あまりに寂しい。あまりにもただ、自然でありすぎる。もう少しじゃ、おつうさん、くたびれたろうが。万兵は歩き出す。おつうもついて。どういたしまして。あなた様こそ。何さ、わしは死樹、商用で通っている道。お銀様のいらっしゃる、豪子のお宅とかは俺に。と、指さして。お銀様も待っているに違いない。 ともあれ、もう一息。足は速くなる。やがて、山の背に行き当たると、そこここに家があった。ここは、辰野街道の一宿場なので、町というほどの個数もないが、一膳飯や、孫のたまり、安畑子などの幾軒家が両側に見える。そこも通り抜けて、地頭を登りになるぞ。万兵衛は山の方へ向かって、石段を上がり出した。 杉に囲まれた村屋ろの境内ではないか。お通は寒気に叫ぶ小鳥の声に、ふと何か自分が危険な線を犯している気がして。万兵様、道をお間違いなされはしませぬかこのあたりには家も見当たりませぬが。よう、お銀様へ告げてくる間、寂しかろうが御堂の縁で休んでいてもらいたいのだ。読んでくるとおっしゃるのは言い忘れていたが、お銀様が言うには、 訪ねてくるときは、家に都合の悪い客でも着合わせているといけないから、ということだった。お住まいは、この林を抜けた向こうの畑路、すぐご案内してくるから、しばらく待っているがいい。もう、杉林の中は暗い。万兵の影は、そこを縫って、細道を、急ぎ足に行ってしまった。人を疑うという正常の乏しい彼女は、それでもまだ、万兵の挙動について、 疑ってみることを知らなかった。正直に山上のほこらの縁に腰をかけて夕空を見守っていた。空は暮れてゆく。ふと身のあたりに目を落とすと暗い秋風が巡っていた。未動の縁をはう落ち葉がふわりと舞って二つ三つ膝に乗る。その一応指に持って回しながら彼女はなお根気よく待っていた。 愚というか、純というか、まるで少女のような彼女のそうした姿を、その時、誰か未堂の後城で、ゲラゲラ笑ったものがあった。二。びっくりしてお通は、未堂の縁から飛び抜いた。めったに、物事を疑ってみることをしない彼女だけに、ことの意外に打たれると、驚き方も人よりはひどく。 そして、怯えやすかった。おつうわくでない。銅の後ろの笑い声が消えた次の一瞬、同じ場所からこうするどい、何とも言えない凄みを持った老婆のしゃがれ声がしたのであった。は<っ>、おつうは、思わず両手で耳を覆った。それほど、何事かに恐れたのなら、逃げればよいのに、そうはしないで立ちすくんだまま、雷にでもしびれたように、そそげだって震えていた。 その時、ほこらの後ろからは、もう数名の人影が出てきて、御堂の前に立っていた。目を塞いでも、耳を押さえても、彼女にはその中の、たった一人が、恐ろしく、大きく見えた。悪夢の中でよく見る、髪の毛の白い馬場だった。万兵衛、ご苦労じゃったのう。礼は後でしますぞよ。そこで、皆の修よ、はやつが悲鳴を上げのうち、 猿仏庵を噛ませて、下の将の屋敷まで、早う引っかついで行ってくだされ。お杉婆は、お通を指さして、断国を命じる猿王のように言った。他の四五名は、皆合詞風の男であり、婆の一族らしかった。婆の一言に、おう、と高く答えると、絵を争う狼のように、お通の身へ飛びかかり、肩のごとく、まりくくりにくくって、 神地を、それ、とばかり走り出したのであった。お杉婆ばは、にやりと見送ったまま、一足後に残っていた。万兵衛、約束の打賃を与えるためであろう。帯の間に用意してきた金を与えて、ようを連れ出したのを、うまくいくやら、どうやらと案じていたが、と褒めたたえ、多言しやるな、と釘を刺した。万兵衛は、 もらった金を改めて、これも満足顔に。なに、わしの手柄じゃございません。五郎叔様のはかりごとが、うまく図に当たったのでございますよ。それと、あなた様が、ご教理に帰っているとは、お通目も、夢にも知らずにいたもんですから。小きみの良かったことはいな。見たか今のお通の驚きよ。あまりのことに逃げることもできず、すくんじまった様子でしたな。 はははは。<laughs> だが、考えると、罪っぽいことをした。何の、何が罪っぽいことがあろうぞわしにとれば。いやもう、そのお恨み話は先日も。そうじゃ、わしも、こうしてはおられぬ。いずれまた、ほどへて、しぼのしょうの屋敷へ遊びに来やい。では、ご老婆様、そこからの感動は、道が悪うございます。お気をつけて。 そなたも、陣中へ出たら、口に気をつけやい。ほいほ、はい、口はたって硬い万兵衛。そのあたりは、どうぞご安心を。言いながら、別れて、足探りに、暗い医らんへかかったと思うとすぐ、ギャーと、それきりな一声を上げて、地へ倒れた。おすぎばばは振り向いて、どうしちゃった万兵衛ではないか万兵衛と、地を透かして呼んだ。 三。答えるはずもない。万兵衛はすでに、この世の息をしていないのだ。お、ほおババは息を飲んで、その万兵衛の横たわっているそばに、ぬっと見えた人影に目を凝らした。刃、血塗られたその立ち、ぎらりと引っさげている。と、誰じゃ、誰じゃ、あお、名を抜かしようろう。バ,バは乾いた声を無理に張っていった。 このババの、年がいもない巨生と、同活する病は、今なお、病まないものと見える。が、相手はその手に慣れているものらしく、闇を動かして、かすかに肩を揺すぶった。わしだよ、おばば。えわからないかわからぬ。聞いたこともない声、物取りであろうかふふふ。<laughs> 物取りなら、お主のような貧乏ババには、目はつけぬ。なんじゃと では、わしに目をつけてきたとか。そうだ。わしにくどい。万兵ごときを切るために、わざわざこの三日月まで追っては来ぬ。お主に、思い知らせるためだ。ひっ喉笛の破れたような声を漏らして、ばばはよろめきながら。人違いじゃろが、お主は誰じゃ。わしは本、本因連家のご刑、おすぎというものを。おおそう聞くだに。懐かしや俺の恨み。 今、晴らしてやろうぞ。おばば、俺を誰と思うこの上太郎を見忘れたかけ、じょ、上太郎じゃと三年経てば赤子も三つになる。お主は老木、俺は若木。気の毒だが、もうおばばに、正らしい扱いにはなっておらぬぞ。ほう、おう、本人おことは、上太郎よのう。よくも、長野年月、お師匠様を苦しめたの白武蔵様は。 お主を年寄りと思えばこそ、相手にならず、逃げ回っていた。それを良いことにして、諸国、江戸表にまで出て、足様に酔え言いふらし、仇呼ばわりをするのみか、ご出世の道を妨げおったな。まだある、その執念で、お通様までを折りやるごとに追い苦しめた。もう良いほどに日を悟って、故郷へ引きこもったかと思うていたら、なおも、朝屋の万兵衛を手先に、あのお方を、 どうかしようと企んでおる。憎んでも、飽きたらぬばばめ。人たちに切るのは安いが、この上太郎も、今では老老の青木丹ざが子ではない。父の丹ざも、ようやく元の姫路城へ、帰参なって、この春からは、以前の通り、池だけの藩身。またぞろ、父の名に、類を及ぼしてはならぬゆえ、命だけは助けておくが。上太郎は、前へ出てきた。助けておくが。 とは言ったが、目手に下げている白い刃は、まだ鞘に帰ってはいないのである。ババは、一歩一歩、後ろへ下がりながら、逃げ出す今日、伺っていた。四。隙を見たか、ババは、杉林の小道へと、さっと走りかけたが、やらじと追う上太郎の一飛びに、どこへ その首の根を抑えられ、くわっと口を開くと、何しやる歳こそよれ、効かない気象が弾みに出て、掘り向きざま、脇差しの抜き打ちに、上太郎のひばらを横に払った。上太郎も、もう以前の子供ではない。身を避けながら、ばばの体を前へ突き返していた。わ、わパ、ぱ、やりおったの草むらの中へ首を突っ込みながら、彼女はおめいた。頭を土にぶつけても、 彼女の頭の中にある、小アッパの上太郎という観念は抜けなかった。何をと、上太郎もわめいた。そして、踏めば俺もしそうな、ばばの背骨足を乗せかけ、じたばたする手を、くもなく逆にねじあげてしまう。彼もまた、彼である。そのばばが、はがみを、哀れと見ている観念などはないのだ。小アッパの時代を抜けて、身なりこそ大きくなったけれど、 体の大きくなったという事実だけで、大人になったとは誰にでも許せるものではない。もう十八君、良い若者には違いないが、気持ちは多分にまだ乳臭い。それに、赤年の恨みとも言える、憎悪が積もり積もってのことである。通してくれよ。引きずってきて、山上の御堂の前に叩きつけ、なお、闘志をなくさない、細い体を踏まえながら、殺してはまずいし、 生かしておくのもしゃくな、このババの始末にちょっと当惑した。いや、それよりは、先におばばの指図で、下の章の屋敷とかへ手取り足取りして連れ去った、お通の身がなお、そうしている間も案じられるのだ。そもそも、といえば、あまりに由来でもありそうだが、お通が鹿間の染屋にいることを、たまたま彼が知ったわけは、彼が父の丹左衛門と共に、近くの姫路へ、 定住していたおかげであって、この秋、浜奉行まで使いに来ることが刺激、その数度の往復のうちに、ふと垣かいまみて、よく似た人、と注意していたことから、こういう彼女にも、気球にも、偶然出会ったわけだった。神の導きと、上太郎は、思いがけない危険に感謝した。同時に、お通に対しての悪くなきおばばが迫害を、 骨髄から憎んで、忘れかけていた数々の悔しさまでを新たに思い出した。この馬場をのぞかぬうちは、お通さんは、安心しては生きてゆかれない。と考え、一時は殺意をさえ起こしたが、せっかく父の丹座が城下に帰参したばかりでもあるし、元来うるさい山格氏の一族などと、ことを構えてはと、その程度には大人らしく資料して、 とにかく、うんと彼女を懲らしめ、そしてお通を無事に救えばよいと決めていんのだった。うん、いい隠居所がある。おばば、こう来い。上太郎は彼女の襟髪を掴んで立たせようとしたが、ばばがべたりと血を抱いて立たないので、面倒、と引っかかえて、御堂の裏へかけていった。そこに、このほこらを立てるときに切りそいだ崖の断面があり、 その下に、やっと人間が張って、出入りできるくらいなホラ穴があった。五。左右の部落であろう。向こうに、明かりが一つ、ぼちと見える。山も、くわばたけも、河原も、ただ、広い闇だった。そして、今、越えてきた、後ろの、三日月の峠も。足に、石ころを踏み。 耳に左右側の水音を聞くと、おい、待てよ、と、後ろの一人は前へ行く二人を呼び止めた。その二人は砂場で後ろ手にからげたおつうを囚人のように引っ立てていた。どうしたか、後からすぐ行くと言ったおばばがまだやってこぬ。んそういえば、もう追いついてきそうなものだが。聞かぬきでも、ばばの足では感動の上りが血とほれなのだろう。 手間取っているに違いない。心ここで一休みしていようか。それとも最後まで行って二軒茶屋でも叩いて待つとするかどうせ待つなら二軒茶屋で一杯やっていようじゃないか。こういうお荷物を引っ張っていることだし。で、その三名が水明かりを探って浅瀬を声かけた時である。おーいと、遠い闇から声がした。振り向き合って、はて 耳を澄ましていると、二度目の声はより近く、おーい、と、また聞こえた。おばばかないや、違う。誰だろう。男の声だ。でも、俺たちを呼んだのじゃあるまいが。そうだ、俺たちを呼ぶものはないはずだ。おばばがあんな声を出すはずもなし。秋の水は、刃物のように冷たい。ザブザブと、水へ追い立てられるお通の足には、 その冷たさが、なおさらしも、と、後ろから、たたたた、と、早い足音だった。耳にそれが分かった時は、もう追ってきた何者かの影は、その三名のすぐそばをいきなり、ほつうさん、と、叫びながら、水煙を浴びせて、ザザザ、と、向こう岸まで、一気に駆け渡ってしまったのである。お<っ>浴びたしぶきに身震いしながら、三名の豪子は、 お通を囲んで、浅い川の背に立ちつくんでしまった。先にかけて、川を越えた上太郎は、彼らの上がろうとする河原の水際に立ちふさがって、待て、と、両手を広げていた。いや、何奴だ、れは。何者でもよい、お通さんを、どこへ連れて行くか。さてお、お通を取り返しに来たな。いかにも、つまらぬところへ出しゃばると、命がないぞ。 お主らは、お杉馬場の一族のものであろう。お馬場の言いつけだ。お通さんを、わしの手に渡せ。何お馬場の言いつけだとおう。嘘を言え。合士たちは、あざ笑った。毒。嘘ではない。これを見よ。上太郎は、立ちふさがったまま、紙に書いてある馬場の主席を突きつけた。不守備。今更線を出し。 お通のみひとまず、上太郎の手に返し、我が身を連れに一回去るべくうろう。なんだこれは。読みあって、眉をひそめた豪したちは、上太郎の姿を足元から見上げ、その間に濡れた足を自ら上げて、わらの騎士に固まった。見たらわかるであろう。文字が読めるのか。まれ。この中にある、上太郎とは、れと見えるのそうだ、拙者は。 青木丈太郎。というと、あ、丈太さん。突然、お通が絶叫して、前へのめりかけた。さっきから彼女の目は、彼の姿を凝視していた。半ばは疑い、半ばは驚きに打たれ、耳もがきをしていたが、丈太郎自身が、丈太郎と名乗ったので、はっと我を忘れた絶叫が出たのであった。あ、猿物がいるんだぞ。締め直しておけ。 上太郎と応対していた豪子は、後ろへ行ってまた。なるほど。これは、おばばの手には違いないが、そのおばばが、我が身を連れに引っ返さるべく揃ろう。と、書いているのは、どうした次第か。結相をといて、詰め寄ると、上太郎は、人質に取ってある。と、済まして、お通さんを渡せば、おばばの居場所も教えてやる。いや、買おうか。と言った。さてこそ、いくらおばばを待っていても、 あとから来ないはず。と、三名は、目顔を見合わせていたが、そういう上太郎の、まだ父臭い年頃を見くびって、ふざけたことを申すな。どこの青にさいか知らぬが、俺たちを、なんだと思う下の将の本意伝といえば、姫路の藩士なら、一応は知っているはず。面倒。いや買おうか、それだけ聞こう。いやというなら、おばばの身は、放っておくまでのことを。山で、飢え死にさせるがよい。 こいつ飛びかかって、一人は上太郎の腕首をねじ取り、一人は塚を握って、切る構えを見せた。倒ろうと申すと、首の根を叩き落とすぞ。馬場の身を、どこへ隠したお通さんを渡すか渡さん。では、拙者も言わん。どうしてもだからお通さんを返せ。そうすれば、双方怪我なくことは済む。し、このあおりさい。 ねじあげた手をそのまま、足がらみにかけて、前へ倒そうとすると、何を上太郎は反対に、彼の力を利用して、その男を肩越しに投げつけた。しかし、途端に、あ、と、上太郎も尻餅ついて、右の太ももを押さえた。投げつけた男から、抜け打ちに人たち、ピュッと、跳ねられたのである。 七。上太郎は人を投げる技を知っていたが、まだ人を投げる方をわきまえていない。投げられる相手も生き物であるからには、ただ投げられたままではいない。途端に刀も抜こうし、無手でも足へしがみついてくる可能性がある。敵を投げるには、投げる前に、まずその考慮がなければならないのに、カイルでも叩きつけるように足元へ投げつけ、 しかも、身を引くことをしなかったので、してやったと、思った瞬間に、太もものあたりを薙ぎ払われて、彼もまた、間折れに、手傷を抑えたまま、腰をついてしまった。しかし、幸いに、傷は浅かったと見え、上太郎も跳ね起き、相手も立ち上がると、切るな手取りにしろと、他の帽子が怒鳴って、正面の相手と力を合わせ、三方から、 上太郎の体一つへ組みついてきた。上太郎を切ってしまえば、お杉婆,婆をどこへどうして人質にしてあるか、それを知る道がなくなるからであろう。同様に、上太郎もまた、ここでうるさい豪子らと、血を見ることは避ける考えだった。藩の聞こえを思い、父に類を及ぼすまいとするために。けれど、物のはずみは、そんな常の資料で支えのつかないところにある。 一人と三人との格闘では、当然一人の方から、フンの席を切ってしまうし、上太郎の血はまた、多分に、血気一途でもあった。相手の三人に、この生染め、固釈な、これでもか。殴られ疲れ、足毛にされて、それ、ねじ伏せられそうになると、何を今度は、彼が宣告を受けた、冬打ちの逆を行って、いきなり脇差しを抜くなり、 のしかかっている男の腹部へ突き通した。おち梅津の樽へでも手を突っ込んだように、疲れから肩半分まで明けになると、上太郎の頭にはもう何もない。くそ貴様もか起き上がるなり、また一名の真っ行へ殴り下ろした。骨にぶつかった刀の刃は横に寝て、はすかいにそげたので、魚の切り身ぐらいな肉片が、切っ先からすっ飛んだ。 お、いや、やったな。おめいたが、相手は、抜き合わすのも間に合わないのである。あまりに自分ら三名の力を信じすぎていただけに、同媒のどもひどい。こいつら、こいつら城太郎は、呪文のように、一刀ごとにおめきながら、残る二人を敵に回して切り結ぶ。彼に投法はない。いおりのように、武蔵から、正しい投法の基本を、授けられていなかったためである。 しかし、血を浴びて驚かないことと、刃物を取って、年に逃げない度胸と無茶のあることは、おそらく、彼が二三年の間、共に暗黒で行動していた、習いの大蔵の訓練によるところであろう。豪士たちの方は、二人と言っても、すでに一人は手を追っているので、全く上がっていた。上太郎の太もものあたりからも、先決はそこらへ散るし、文字通り、 きりつきられつのしゅらずであった。放っておけば、あいうちか、悪くすれば、上太郎はだでぎりになる。おつうは我を忘れてらをかけ、今しめのためのきかぬ両手をもがきながら。闇へ向かって、神の救援を叫んでいた。来てください。どなたでも、助けてください。あそこに、あそこに切り合っている、年若い、お侍の方を。 八。が、叫んでも、駆け巡っても、十方の闇。川の水音と、悟空を行く風の声しか、彼女に答えるものはない。そうしたとき、気の弱い彼女も、自力に気がついた。人の救いを呼ぶ前に、なぜ、自分の力を出してみないかに、ハッと気づいたのである。ちー<ぃ>川河原に座って、岩の角で、身の今しめをこすった。それは豪シラが、 呂棒で拾った、藁の砂わに過ぎなかったので、たちまちぷっと擦り切れた。と、おつうは、両手に小石をつかみ、ましぐらに、上太郎と二人の合子が切り合っている方へ飛び出していった。上太さんと、叫びながら、その上太郎の相手の面部へ、一つ投げつけた。私もいる、もう大丈夫。と、また一つ。ちぃ、上太さん、しっかりして。 ピュッと、さらに一つ。だが、石は、三つとも、相手のどこにも当たらず、みな逸れてしまった。彼女は急いで、また、次の小石を拾った。すると、豪子の一人が、っこのまま、上太郎から、二びほど踊って、彼女のせ、刀の峰打ちを振り下ろそうとした。やっては、と、上太郎もおった。そして、その豪子の男が、頭上から、 刀を下ろす間髪に、こいつめ、上太郎の拳が彼の背中へ直にぶつかっていた。まっすぐに向けていった脇差しが相手の背から腹へ突き抜けて、つばと拳で止まったのである。それは凄まじい働きだったが、上太郎の脇差しは死肉から抜けなくなってしまった。彼が慌てている感激に、もう一名の合子が飛びついてきたらどうなるか。結果は、 明白である。だが、残った豪子の一人は、先に手を追っていたし、力と頼む方が悲惨な最後を遂げたので、それも老媒していた。見れば彼方を、足の折れたカマキリのように、その男は、よろよろ逃げてゆくのだ。上太郎はそれを見て、自分の老媒から浮かび上がった。足を踏んがけて、脇出しを引き抜いた。待て当然な勢いである。 それにも、破れかぶれな気持ちもある。追いかけざま、人打ちと駆け出しかけたのだった。すると、おつうがむしゃぶりついて叫んだ。ほやしなさい。ほやしなさい。逃げてゆくものを。あんなに傷を負っているものを。その声の骨肉をかばうような真剣さに、上太郎はびっくりした。ここまで自分を苦しめてきたものを、なぜかばうのか、真理を疑った。それやりも、くさくさと。 その後の話が聞きたい。私も話したい。ジョタさん、一刻も早く、ここから逃げて。そうだ。ジョ郎タも、それには意義がない。ここはもう、猿元山人へだ。もし、返事ありと、下の将にでも聞こえたら、本意連家の遠類たちが、野を呼び、里を挙げて、襲撃してくることは知れきっている。かけられるかい、お通さん。え、大丈夫。二人は、 ずっと以前の、小娘と小アッの頃を思い出しながら、闇から闇へ、息の切れるまでかけた。9。もう、三日月の宿で、起きている家は一軒か二軒。その一つの明かりは、宿場にたった一軒の畑子だった。金山通いの金屋金堂だの、田島越えの糸屋だの、アンギゃそうなどだのが、 ひとしきり、もやで騒いでいたが、思い思いに寝入ったらしく、ともしは、もやを離れた、狭苦しい一棟にしか残っていなかった。年下の男を連れた駆け落ち者とでも、間違われたに違いない。そこは、はたごの年寄りが、眉を煮る鍋やつむぎ車を置いて、一人住んでいるところだったが、おつうと上太郎のために、わざわざ開けてくれたのだった。上太さん それでは、お前も江戸表で、武蔵様には、お会いすることができなかったのですね。その後の話を彼からちくいち聞いて、お通は、裏悲しそうに言う。城太郎は、彼女も、木そじで血いじりになって以来、今もって、その人に巡り合わないでいる。という、痛ましい十回を聞いて、なんだか、語るにも耐えないような気持ちがするのだった。が、お通さん。 そう嘆くことはないよ。風の頼りだけれど、近頃、姫路にこんな噂がある。えどんな藁でも噂でも、彼女の今の気持ちでは、つかまずにいられなかった。武蔵様が近いうちに、姫路へ来るかもしれないのだ。姫路へそれは、本当でしょうか噂だから、どの程度まで信じていいかわからないが、アンでは、もっぱら本当らしく言われている。 細川家の師範、佐々木小次郎と試合する約束を果たすために、近く、小倉へ下るだろうと。そんな噂は、私もちらと聞いたことがありますが、誰が一体言い出したことやら、正してみれば、武蔵様の消息を、いるところすら知っている人はありません。いや、藩でルフされている話には、もう少し、真実らしい根拠がある。というのは、細川家とも縁故の深い、 今日の花園明神寺から、武蔵様の所在が知れて、細川家の家老、長岡佐渡殿の取り次ぎで、小次郎からの試合状が、武蔵様の手に届いているというのだが。では、その日は、もう近々でございまするかさあ、そのあたりのことになると、いつのことやら、どこでやるのか、とんとわかってはいない。しかし、京都の近くにいるものなら、無前の小倉へ下るには、きっと、姫路の城下は、 お通りになるはずだ。でも、船地もありますもの。いや、おそらくは。と、上太郎は首を振って、船では行かれまい。なぜならば、姫路でも岡山でも、山陽の各藩では、武蔵様が通過の説は、ぜひ一泊を引き止めよう。そして人物を見よう。またはそれとなく、士官の望みがあるかないか、腹を聞こう。などといろいろな考えで待ち受けている。現に、 姫路の池だけでも、宅安房へご署名したり、妙神寺へ問い合わせたり、また城下口の駅伝問屋に命じて、もし武蔵らしいものが通ったら、すぐ知らせよと、足してあるそうだから。そう聞くと、お通は帰って、ああと嘆いて。では、なおさらです。武蔵様が、くがじを下っていらっしゃるはずはない。武蔵様の何よりもお嫌いな、そんな騒ぎが、城下城下で待ち受けているようでは。 絶望していった。十。噂の程度でも喜ぶであろうと、上太郎は話したのであったが、彼女に言われてみれば、武蔵が姫路へ立ち寄るだろうなどという期待は、はかない、こっちだけの空想に過ぎない。では、上太さん、京都の花園妙心寺へ行けば、確かなことが知れましょうね。 それは知れるかもしれないが、噂だからな。まるで、寝なしぐさでもないでしょうから。もう行く気えそう聞いたら、明日にでも立ちとうございます。いや、待てよ。上太郎は以前と違って、彼女についても、今では一発の意見を持った。お通さんが、武蔵様と行き合えないのは、そういう風に、何かちらと噂でも、影でも刺すと、すぐ一途に、 それを当てにゆくからじゃないかな。ホトトギスの姿を見ようなら、声の下先へ目をやらなければ見えないのに。おつうさんのは、後へ後へと言っては、行きはぐれているように思えるが。それは、そうかもしれませんが、理屈のように、心の持てないのが恋でしょうおつうは、上太郎になら、何でも言い得た。けれど今、恋という言葉をつい漏らして、上太郎の姿を見直すと、 はっと思った。上太郎の顔色も赤く動いた。もう上太郎は恋という言葉を手まりのように受け取ったり、返したりしていられる相手ではなかった。人の恋より彼自身がそれに悩む年配になっていた。で、にわかに。ありがとう。私もよく考えてからにいたします。お通が法をそらすと。そうなさい。そしてとにかく、 一度、姫路へ帰ってえ。えぜひ、屋敷へは来てください。父と拙者のいる屋敷へ。父の丹座も話してみると、お通さんのことは、執法寺にいた頃のことまでよく知っていました。何か知らないが、一度は痛い、話もしたい、などと申していますから。お通は答えなかった。消えかかる闘心に、ふと振り返って、やれびさしから夜空を見上げながら、 あ、雨が。雨ですって明日は姫路まで歩くのに。いいえ、見のせさ,さえあれば、秋の雨ぐらいは。たんと来なければいいわ。おお、風が。閉めましょう。上太郎は立って、雨戸を引き寄せた。急に蒸し暑く、そしてお通の持つ女の香りがこもる気がした。おずさん、良いように寝てください。拙者はこのまま。と、木枕を取って。 窓の下に壁へ向かって横になった。おつうはまだ起きて一人雨の音を聞いていた。寝ておかないといけないぞ、おつうさん。まだ眠らないのか眠りつけないらしく、後ろ向きのまま、上太郎はそう言って薄い寝具を顔まで引っかぶった。観音。 一雨は少々とやるび差しを打ち続けている風も強くなった山村のことであるそれに秋の空くせ、朝までに上がるかもしれないお通はそんなことを思いつつまだ帯も解かず座っていたちょっと熱気が悪そうにヤグの中でもずもずしていた上太郎もいつの間にか眠り入っているポトポトと どこかに雨の盛る音がする。雨のしぶきがガタガタと遠うつ。ジョータさんお通はふと呼びかけた。ちょっと目を覚ましてくださいな、ジョータさん。何度呼んでも目を覚ましそうな様子もない。強いて起こすのも、と彼女はすぐためらってしまう。ふと彼を起こして尋ねたいと思ったのはおすぎばばのことである。ばばの味方のものへ。 河原でも言っていたし、途中でもちらと聞いたが、このひどい雨に、上太郎が、ババへ与えた仕置きは、あまりといえば、むごい、かわいそうである。この雨風に、濡れもしよう、冷えもしよう、年をとっているからだ。悪くしたら、はまでに、死んでしまうかもしれぬ。いや、いや、幾日も、人に気づかれずにいれば、それでなくても、餓死するに決まっている。 苦労症な生まれつきか、ババの身までを案じ出して、彼女は仇とも思わず、憎いとも考えず、雨の音、風の音のひどくなるほど、一人で胸を痛めてしまう。あのババ様も、根から悪い浮方では、決してないのに。と、天地へ向かって、ババの代わりにかばってみたり、こちらが、誠をもって尽くせば、いつか神は、どんな人へも通じるということ。 そうだ、上太郎さんに、後で怒られるかもしれないけれど。彼女はついに何事かを思い決めた様子で、雨戸を開けて外へ出た。天地は暗かった。雨ばかりが白く渋いている。土間のわらじを足につけ、壁の竹の子傘を頭にかぶって、おつうはそうおった。美濃を着て。ザ、ザ。 ザと、のきばの雨だけに打たれて出て行った。ここからはそう遠くもない、宿場の横の三人堂があるあの高い石段の山へである。夕方、朝屋の万兵衛と一緒に登った覚えのある石段は雨で滝きつせになっていた。登りきると杉林はゴ々と吠えている。下の宿場よりははるかに風の当たりが強い。どこだろう おばばさんは、詳しくは聞いていなかったのである。ただ、どこかこのあたりに、懲らしめにかけてあるのだと、上太郎は言っていたが、もしや、と、微堂の中を覗いてみた。ふと、床下ではないかと呼んでみた。答えもない、姿もない。ほこらの裏へ回った。そして、わらつみの後ろのような木々のうなりに、体を吹かれて佇んでいると、 お,おい、どなたぞ、来てくだされよう。誰ぞ、そこのあたりに人はないかうん、うん。うめきとも、わべきともつかない声が、それも、雨風の途切れ途切れに聞こえてきた。おお、ばばさんに違いはない。ばば様、ばば様。彼女も、こなたから、風へ向かって声を張った。 に呼ぶ声は、雨風にさらわれて、暗い黒上消えて去ったが、彼女の心は、見える闇の人へ、通じていったものか。ほう、ほう、誰ぞ、そこらにおいでたお人やある。助けてくだされよのう。ここじゃ、ここじゃがのう。助けてたもよ。馬場の声が、彼女のそれに答えるように、途切れ途切れに、どこからか聞こえてくる。もとよりそれも、 土涛のような杉林の雨風にかき乱され、まとまった言葉には響いてこないが、馬場が必死の叫びに違いないことは、お通の耳にすぐ知れた。探り呼ぶ声も枯れ果てて、どこですかどこですか馬場さん馬場様お通は道を駆け巡った。そのうちに、御堂から杉の木陰を曲がって二十歩ほど先、 奥の院の登り口となる崖道の切り添いだ一方に、熊の穴みたいな洞穴が見出された。あ、あ、ここに。近づいて中を覗くと、おばばの声は確かにその洞穴の奥から漏れてくるのだった。けれど、岩穴の口には彼女の力ぐらいでは動きそうもない大きな岩が三つ四つ積み重ねてあり、出入りを封鎖してあるのだった。 どなたじゃそれへ来たのはどなた様じゃもしや、このババが日頃信仰する完全音菩薩の化身では合わさぬかはわれ、お助けなさればせ。けどのために、この難儀な目に負うた不憫なババを。ババは、外の人影を岩と岩の隙間から一目見ると、こう狂気して叫び出した。半ば泣くように、半ば訴えるように、 そして、生死の闇に、日頃信仰する観音の幻覚を描いて、それへ行きたい一心を祈り続けた。嬉しや、嬉しや、ばばの全身を、日頃から哀れとおぼしたまい、この大南へ、仮のミスが出して、救いにおおり下されましたか。大事大悲、なむ、完全音菩薩、なむ、完全音菩薩。それなり、旗と、ばばの声は、 もうしなくなった。良いかな。思うに、ばばは一家のおさとしてまた、この母として、人間として、自分は全人無欠の人間と信じているのだ。自分の行為は全て全なりとしているのだ。自分を守らぬ神仏があれば、神仏の方が悪物邪神であるとするであろうほど、彼女にとって、彼女は全のゴンゲだった。だからこの風に、 観音菩薩の化身が救いに降りてきても、彼女には少しの不思議でも何でもない、当然こうあらねばならぬ気持ちであった。しかし、その幻覚が幻覚でなく、実際に誰か岩穴の外へ近づいてきたので、ババは途端に気が緩んで、ああと失神してしまったのではなかろうか。岩穴の外にあるお通も、あれほど物狂わしかったババの声が、 急に耐えたので、もしやと気が切れはなくなった。早く岩穴の口を開こうものと必死の力を出していたけれど、彼女の力ではその岩の一つすら動かなかった。竹の子傘の紐はちぎれて飛び、黒髪は美のと一緒に雨風に吹き散らされた。三、どうして、 こんな大きな岩を、ジョータさんは一人で動かしたろうと思う。体で押してみたり、両手をかけて、ありったけの力を込めてみたが、岩穴の口は一寸も開かない。お通は、性を疲らして、ジョータさんも、はんまりひどい、と、恨みに思った。自分が来たから良いようなものの、もしこのままにしておけば、ババは中で、古い字にしてしまう。それはそうと、 急に声がしなくなったのは、もう半分、死んでしまったようになっているのではあるまいか。ばば様、お待ちなさいよ。気をしっかりして。今、もうすぐに、お助けいたしますから。岩と岩の間に、顔を寄せていったが、それでも、返事はなかった。もちろん、岩穴の中は、同然たる暗闇で、ばばの影も見えない。が、かすかに、枠愚あくらせず、 独流初期等。燃費観音力。実質不寛外。弱悪獣医尿。理下総家婦、年破観音力。ババの唱える観音業の声がそこにする。ババの目や耳には、お通の声も姿もなかった。ただ、観音が見える。菩薩の見声が聞こえている。ババは合唱し、安心しきって、今は涙を垂れながら、 震える唇から観音鏡を唱えていたのであった。けれど、お通に人通力もなかった。積み重ねてある三つの岩の一つも動かせなかった。雨はやまず、風は休まず、彼女の美濃もやがてちぎれ果てて、手も胸も肩も、ただ、雨と泥にまみれるばかりだった。四。そのうちに、ばばも、 ふと不審に思い出したのであろう。隙間に顔を寄せて、外を伺いながら。誰じゃ誰じゃと、怒なった。力もつき、性もつき、途方に暮れた顔して、風雨の中に身をすぼめていたお通は。お、ばば様か。お通でございます。まだ、そのお声では、お元気のような。何と、疑うように。お通じゃとはい。 まを置いてまた、補うじゃとはい、おつうでございます。ばばは、初めて愕然と、物に打たれたように、事故の幻覚から放り出されて、と、どうして、我がここへは来たぞよ。はさては、上太郎めが、はとを追って。今、お助けいたします。ばば様、上太さんのことは、許しておあげなされません。わしを、救いに来たはい。 我が、わしを坊様、何もかも、きたしかたのことは、どうぞ水に流して、お忘れくださいませ。私も、幼い頃に、お世話になったことこそ覚えておりますが、その後の、お憎しみやご折感は、決して、お恨みには思っておりませぬ。もともと、私のわがままもあったこと。では、目が覚めて、全否を食い、元のように、本入れん家の嫁として戻りたいというか、 いえ、いえ。では、何しにここへ。ただ、馬場様が、おかわいそうでなりませぬゆえ。それをに着せて、以前のことは、水に流せとやるか。頼むまい。誰がそなたに、助けてくれと頼んだか。もし、この馬場に、本でも着せたら、恨みを解くか、などと考えたんなら、大間違いじゃぞ。たとえ、浮き目の底におろうとも。 ババは命欲しさに育児は曲げぬ。でも、ババ様、どうしてお年を取ったあなた様が、こんな目に逢うていんのを見ておられましょう。上像言うて、我も上ョめと、同服ではないか。ババを測って、こうしあったのは、何時と上ョめじゃ。もし、この岩穴から出たら、きっと、きっと、この仕返しは、すぐしてみせるぞよ。ひまに、ひまに、私の気持ちが、 きっと馬場様に分かっていただける日もございましょう。ともあれ、そんなところにいては、またお体を病みましょう。余計なざれ口。ふ、う、ぬ、ん、上太と言い合わせて、わしをからかいに来よったのい,いえ、い,いえ、見ていてください。わたくしの一心でも、きっとお怒りを解いてみせまする。彼女はまた立ち上がって岩を押した。動かない岩を泣きながら押した。 だが、力では、絶対に動かなかった岩が、その時、涙では動いた。三つの岩の一つが、どさっとまず、地へ落ちた。それからまた、後ろの岩も、思いのほか軽く揺るぎ出して、岩穴の口は、やっと開いた。彼女の涙の力のみではなく、ばばの力も、中から加わっていたためである。で、ばばは、自分の力のみで、 そこを突き破ったような血相をたたえ、同時に岩穴の外へ踊り出した。五。一心が届いた。岩が覗かれた。嬉しいや。お通は、押した岩と共に、よろめきながら心で叫んだ。だが、ばばは岩穴から飛び出ると、いきなりお通の襟みへ飛びかかっていった。 この世へ生きて出直した目的の第一が、それであったように。あれ、ばば様。やかましい。な、なんで、知れたことを。ばばは力任せに、お通を第一に引き据えた。そうだった。知れきったことではあった。けれどお通には、こういう結果は、考えられなかった。人へ送る真心は、真心をもって返されるものと、誰に対しても、 一様に信じて疑えない彼女にとって、この結果は、やはり、意外な驚きに違いなかったのである。そうじゃい。ばばは、お通の襟紙を持ったまま、雨の流れる地上を引きずった。雨は少し小闇になったが、なお、ばばの白紙に、さんさんと光って降り注いだ。お通は、引きずられながら、手を合わせて。ばば様、ばば様、堪忍なさいませ。 お腹のいえるまで、ごせっかんは受けまするが、この雨に打たれては、馬場様のお体も、後でご持病のもとになりまする。なんじゃといけずうずうしい。こうされても、まだ人を泣き落としにする機会な。逃げませぬ。どこへでも参りますから、ほてよはあ、苦しい。当とりいじゃお。は、話して、く。く喉首が詰まったのである。お通は思わず、馬場の手をもぎ払って、 立ちかけたが、逃がそうかと、その手は、またすぐ、黒髪の根を掴む。ガクと宙を向いた白い顔に、雨が注いだ。お通は、目を閉じていた。いい、ええ、我が身のために、どれほど多年の間、感覚を舐めさせられたことか。ばばは、ののしって、彼女が何か言えば言うほど、もがけはもがくほど、黒髪を引きずり回し、踏んだり、長着したりした。 が、そのうちにババ、ばばは、しまった、というような顔して、急に手を離した。ばだと、倒れたまま、おつうはもう、虫の息もしていない。さすがにうろたえて、おつう、おつうや。ばばは、彼女の白い顔を覗いて読んだ。雨に打たれた顔は、死魚のように冷たかった。死んでしまった。ばばは、ひとごとみたいに傍然とつぶやいた。 殺す意志はなかった。あくまで彼女を許す気もないが、こうまでする気もなかったのである。そうじゃ、ともあれ、一度屋敷へ戻って。ばばはそのまま去りかけたが、またふと帰ってきて、お通の冷たい体を岩穴の中へ抱え入れた。入り口は狭いが、中は思いのほか広い、遠い昔、旧道の行者が、 ふざしていた後かのようなところも見える。ほうひどや。再び、ばばがそこから入れようとした頃、岩穴の口はまるで滝だった。そして奥の方まで真っ白に、しぶきが吹き込んできた。六。出ようとすれば、いつでも出られる身になってみると、この豪雨に何も敷いて濡れに出ていくことはない。やがて、 よもあけように。そう考えて、ばばは、岩穴の中に償んだまま、嵐の止むのを待っていた。が、その間、真の闇の中に、お通の冷たい体と、一つにいるのが、ばばは、恐ろしかった。白い冷たい顔が、攻めるように死中、自分を見ている気がする。何事も、約束ごとじゃ、成仏してたもよ、フラムナよ。 ババは目をつぶって、小声に今日をずし始めた。今日をずしている間は、かしも忘れ、怖さも紛れた。行く時も、そうしていた。父、父、と、小鳥の声が、ふと耳にしむ。ババは目を開いた。洞窟が見えた。外から刺す白い光が、鮮らかに、荒い土の肌を見せている。夜明け頃から、雨も風も、 はたと、はたとやんでいたらしい。岩穴の口には、今時期の朝のひが、跳ね返って輝いていた。なんじゃろう。たとうとしながら、ばばはふと、顔の前に浮き出している文字に気を取られた。それは、洞窟の壁にほりこんである、びとかのも文だった。天文十三年、天神山城のつせんに、が上殿の軍勢に、 森、金作という十六の子を立たせて、二目とも見ざる悲しさのあまりに、諸々の御仏を尋ねさまよい、今ここに一体の観音菩薩を据え立てまつること。母の身には落雷の種ともなり、金作がためには五章を願いまつるにはべる。幾世の後、ふと大人う人もあらば、哀れと念仏なしたまわれ、今年金作が、 二十一年の供養なり、世襲、空田村、金作が母。ところどころ風化して読めないところもある。天文、英六の頃といえば、ばばにも古い思い出しかない。その頃、この金剛一帯の空田や佐沼や、勝ちの諸軍は、天古氏の侵略を受けて、浦上一族は諸城から敗退の運命をたどっていた。 ババの幼い頃の記憶にも、明けても暮れても、城の焼ける煙で空は暗く、畑や道端や農家のある近くにまで、平和の死骸が幾日も捨てられてあった。銀作とかいう十六歳の子をその合戦に立たせて、そのまま二目とも会わなかった母親は、二十一年も経った後まで、その悲しみを忘れかねて、この御章を祈りつつ、 少々をさまよって、亡き子の供養を心がけていたものと見える。そのあろう。バタハチという子を持つババには、同じ母なるその親の気持ちが、医師とわかる。なも<の>ん。ババは、岩の壁へ向かって手を合わせ、おえつしないばかり、落塁していた。そしてややしばし、泣きくれていたが、我に帰ると、その涙の合唱の下に、 おつうの顔があった。すでに、この世の朝の光も知らず、冷たい人となって横たわっていた。七。おつう、悪かった。このばばが悪かったぞよ。許してたも、ゆう、許してたも。どう思ったのか。ばばはいきなりおつうの体を抱き上げて叫んだ。介護の色が。 ババの表には溢れていた。恐ろしや、恐ろしやの、小ゆへの、小ゆへの闇とは、このことか。我が子可愛さに、人の子には、鬼となっていたか。普通よ、そなたにも、ヤはあったものにの、親子から見たら、このババは、この仇じゃ、羅折じゃ。はぁ、あ、わしの姿は、痩せとも見えていたであろう。洞窟の中なので、 彼女の声は、陰々とこもって、彼女自身の耳へ答えてくる。ここには、人もいない、世間の目もない、また、見えもない。あるのは闇。いや、菩提の光だけである。その羅折とも、矢者とも見えようおをわしを思えば、そなたは長の間。よ、まあ、恨みもせぬのみか。この岩穴へまで、ばばをふすくおうとて。ほう。 今思えば、そなたの心は真実じゃった。それを横島に悪推理をして、恩を渡りに組んだのも、皆、このババの心がねじけていたためじゃ。許してくれよ、お通。そして果ては、抱き上げたお通の顔へ、我が顔をひたとつけて。このような優しい女子が、我が子にもあるか。お通よ、毎、まあ、度目を開いて、ババが浴びよ。 見ておくれやれ。ま、一度物を言うて、ばばを口の限り、ののしって気を晴らしてたも、おつうよ。そう、おつうへ向かって介護する胸には、また今日までのあらゆる場合の事故の姿が、すべて残下の対象になって、まざまざと悔いの胸を噛んでくる。身も世もなく、許してたも、許してたも。ばばは、おつうのせい泣き濡れたまま、 このまま、共に死らんものとまで思い詰めたが、ひよ、嘆いている間に、早お手当てしたら、ま一度、生きぬ限りもない。生きてあれば、まだ若い春の長いお通じゃに。ばばは、おつうの体を膝から下ろすと、よろばいながら、岩穴の外へ飛び出した。おう急に、朝の日を浴びて、目がくらんだのであろう。両手で、顔を覆いながら、 里の衆と、読んだ。読みながら、駆け出した。里の衆里の衆来てくだされや。すると、杉林の彼方から、誰かガヤガヤと人声がして、やがて、いたぞおばばがま無事で、あれにおるぞと、怒鳴るものがあった。見ると、本意連家の一族、身寄りの誰や彼が、十名近く。昨夜、左右側の河原から、 死にまみれて帰った豪子の一人から急を告げたので、野来の豪雨を犯し、馬場の居所と安否を探しに出た人々と見え、見逃さをつけ、誰も彼も水から上がったように濡れていた。ほ、お、馬場の豪子じゃったか。駆け寄ってきた人々がホットアンドの色を浮かべ、そして左右からいたわり抜くのを、馬場はほとんど喜ぶ様子もなく、わしじゃない 私はどんなとかまわぬ。はよ、あの岩穴のうちにいる女ごを手当てしてたも、助けてたも、もう気を失うてから、時たっているほどに、はよせねば、はよ薬なとやらねば。まるで、うつつかのように彼方を指さし、もつるる下に、顔中に、異様なひるいをた,たえていった。世の塩字。 翌年のことだった。詳しく言えばその年は、慶長十七年、四月に入ったばかりの頃である。先週の境からは、その日も、赤間が関へ通う船が、旅客や荷を入れていた。海鮮問屋の小林太郎在門の店に休んでいた武蔵は、やがて船が出るとの知らせに、将棋を立って、では、 見送りの人々へ挨拶をして、軒を出た。ごきげんよう。ひしくそう言いながら、見送りの人たちは、武蔵を囲んで、船着きの浜まで歩いて行った。本阿弥光悦の顔が見えた。ハイヤー醤油は、病のよしで来られなかったが、息子の正液が来ていた。正液は、美しい新妻を連れていた。 その新妻の麗しさは、人目をそば立たせるものがあった。俺れは、吉野やないか柳町ぎもそうじゃ、大木屋の吉野太夫。と、袖引きおうて囁いた。武蔵は、小駅から、私の妻で、とは、引き合わされたけれど、前の吉野太夫であるとは、紹介されなかった。また、顔にも覚えがない、大木屋の吉野太夫ならば、雪の夜。 ボタンを炊いて、もてなされたことがある。彼女の琵琶にも、耳すました覚えがある。が、武蔵の知っているその人は、初代吉野であって、正役の妻なる女性は、二代吉野なのであった。花散り、花開く、里の年月は、いとど流れが早い。あの夜の雪も、あのボタンの薪の炎も、今は夢かのようである。 その時の初代吉野の姿も今はどこに人妻になっているやら孤独やら噂もないし知る人も耐えてない。早いものですね。初めてお目にかかった頃から思うともう七八年は経っている。光悦も船まで歩きながらふとつぼやいたことだった。八年。武蔵もうた,た歳月の思いに耐えなかった。 今日の船出が、なんとなく、人生の一企画のように思われもして。さてまた。その日、彼をここに見送った人々の中には、以上、二人の旧地をはじめ、明神寺の具道門下にずっといる本遺伝又八、京都三条車町の細川屋敷の侍たちに三名。また、カラスマ光弘教の名題として、 友連れの釘侍の一行。それから、半年ほどの京都滞在中に、何かと知り合いになった者や、彼が拒んでも拒んでも,拒んでも、彼の人間と剣を慕って、彼を死と呼ぶ者たちが、それは無料、二三十名以上もあろうか。何しろ、武蔵にとっては、やや迷惑すぎるほどな同性をもって、見送りに加わっている一段もあった。で、 送られる武蔵は、語りたいものとはかえって語り合う間もなく、一人、船に移ってしまったのであった。行き先は、武前の小倉。そして彼の使命は、細川家の長岡佐渡の圧戦で、佐々木小次郎と、赤年の宿題たる、試合の役を、果たすにあった。もちろん、この話が、具体的に決まるまでには、反論、 長岡佐渡の本奏や文書の交渉がかなりあって、武蔵が昨秋以来、今日の本阿弥光悦の長屋にいるということが分かってからでも、約半年もかかって、ようやくまとまったことなのであった。二。岩流、佐々木小次郎と、いつかは一度、一後の面接は避けがたいであろうとは、 武蔵もく期していたことだった。ついに、その日が来た。だが、武蔵は、こんな晴れがましい人気を追って、その場へ臨もうなどとは、梅田にも予期していなかった。今日の出発にしてもしっかりである。こういう大行な見送りなど、心の内ではもってのほかなと思う。思いつつ、拒みえないのは、世間の人々の行為である。 武蔵は怖いのである。理解ある人の行為にはエリをたらすが、その厨房が不発化して、人気というような波に乗せられることを恐ろしいと思った。ふとすれば自分も凡夫だしい、思い上がらないものでもない。一体、今度の試合にしてもそうである。誰がこういう切迫の火を持ってきたか、考えてみると、小次郎でも自分でもない気がする。 むしろ周囲だと思う。いつとはなく二人を退治させ、二人を幸せてみることに、世間が先に興味や期待を大きくかもして、やるそうだ、と言い、やる、と断じ、ついに、いつの何日、と、まだ噂のうちから、暇まで取り沙汰されてきたのだった。こういう世評の対象になったことを、武蔵は密かに悔いている。かくては、 自分の名声とやらは、懸念されるに決まっているが、彼は今、決してそんなものを求めていなかった。むしろ、もっと一人の沈黙と、一人の目視と、必要としている。というて、それはすねもの,のすねた心ではさらさらない。行と工夫との合致のために。そして、愚道王将の啓蒙を受けてからのちは、なおさら、同行の生涯の遠いことを、 彼は痛感しているのであった。さはいえ、と彼はまた思うのである。世間の恩というものを生きていること、それはすでに世間の恩であった。今日、この船出に身にまとうている黒いこそでは、光悦の母が自らりを持って縫うてくれたものである。手に持つ新しい傘やわらじ、その他一物たりとも、 何か世間の人の情けのこもったものでないものはない。言わんや、ろくろく、米も作らず、布もおらず、百姓の耕す泡を食っている身は、まさしく世間の恩で生きている。何をもって報いようか。心をそこに置くとき、彼は世間に対して涼しむ心こそあれ、迷惑がる気持ちなどを起こすのはもったいないと知るのだったが、 しかし、その行為があまりに自分の進化に対して課題でありすぎるとき、彼は世間を恐れずにいられなかった。とつこうつ、別次、また、会場無事の祈り、旗やら、絵尺やら、送る者、送られる者の,の間に目に見えぬ時は流れて、おさらば、おさらば、船は友綱をとき、武蔵は船に、 人々は岸に残って呼びかう間に大きな帆は青空に翼を張った。すると一足遅れて、しまったと船出の後へ駆けつけてきた旅の者のがあった。3港を出たばかりの船は彼方に見えているのにわずかな遅刻で それに間に合わなかった若者は、返す返す自団だを踏んで。はあ、遅かった。こんなことなら、眠らずにでも来るのだったのに。及ばぬ船の影を見送っている目には、ただ乗り遅れただけではない、もっと切実な恨みが見えた。もしや、ゴンの助殿ではありませんかな同じように船が出ても、なお佇んでいた人々の中から、 光悦がその姿を見かけて近づきながら声をかけた。無双ゴ之の助はその手についていた情を小脇へ救って。お、あなたはいつか河内の金剛寺でお目にかかった。そう、忘れてはいませぬ。本阿光悦殿。ご無事でおいでられたとは、さてさてめでたい。実はほのかにお噂を聞き、生死のほども案じておりましたが。 誰に聞きましたか武蔵殿から。え、先生の口から。はて、どうしてであろうあなたが、保山州に捕まって、どうやら恩密の疑いで、害されたかもしれぬという消息は、小倉の方から聞こえてきたのです。細川家のご家老、長岡佐渡様のお手紙などから。それにしても、先生がご存知の死災は、今朝、お立ちになる昨日まで、 武蔵殿は手前の門内の長屋にお住まいでした。その居所が小倉へ聞こえたので、小倉からもたびたび書面の通ううち、お連れの伊織殿も今では長岡家にいるとやられ。ええ。では伊織は無事におりますろかゴンドスケは今日の今、初めてそれを知ったらしく、そしてむしろ呆然たるおももちだった。ともあれここでは、と、光悦に誘われて、 近くの磯茶屋の将棋を借り、ごむごもに語り合ってみると、ゴンスケが意外としたのも無理はない。月層伝心、黒山の雪村は、あの時、ゴンスケを一見すると、さすがにすぐ、ゴンスケの人となりを知ってくれた。で、彼の縄目は、部下の過失と即座に、雪村の謝罪と共に解かれ、災いは帰って、一人の知記を得る幸いになった。 それから、木越えの山の割れめに落ちた伊織の実を、雪村の灰化の者も力を合わせて探してくれたが、用として今日まで生死も知れなかった。断層の谷間に死骸は見当たらないので、生きている、とは確信していたものの、それだけではやがて死の武蔵に合わせる顔もない。以来、今之助は近畿を訪ね歩いていた。たまたま交換には近く武蔵と、 細川家の岩流とが一戦の役を果たすとか、もっぱら噂もあって、武蔵が京あたりにいるらしいことも察したが、何しろ合わせる顔もないとして、ゴン助はそう聞くほどさらに、いおりを尋ねることに焦っていたのだった。と、その武蔵が、いよいよ、小倉へ向かって立つということを、昨日、久度山で聞いた。確定はいつか、と、意を決し、 表を犯して会うつもりで、早々道を急いできたのだったが、船の時刻がしかとしないため、一足違いとなり、なんとも残念しごく、と繰り返して、今之助は言うのだった。四。光悦は慰めて、いやあ、そう、お悔やみなさるには当たるまい。次の便船までには、数日の間があろうが、くがじを追って行かれれば、 小倉表で武蔵殿に会うなり、長岡家を訪れて、いり殿とご一緒になるなりすれば、言うとゴの助は、もとより、すぐ九月を参るつもりではございますが、小倉へ着くまでの間でも、先生と一つにいて、お見回りのことでも、努めたかったのでございます。と、十条を述べ、それに、今度のご発足は、おそらく先生にとっても、障害のご不鎮かと思われます。平常。 ご修行にひたむきな武蔵様のことゆえ、漫画一つにも、岩流に破れを取るような気はあるまいとは思われますが、勝敗はわかりません。花ながち、修行を積んだ者が勝ち、強者は負けるとも限りません。そこに、人間力を超えた者も加わるのが、勝負の運。また、陛下の常ですから。けれど、あの沈着ぶりなら、自信がありそうです。お安心には及びますまい。と、思いがしますが。 聞くところによると、佐々木元流というものは、さすがに稀な天才らしゅうございます。ことに、細川家に召し抱えられてからは、長母の次回鍛錬は、一通りでないとも聞き及びました。狂慢な天才と、梵室を死死と磨いた人と、いずれが勝つかの試合ですな。武蔵様も、梵室とは思われませんが。いや、決して、天民の歳出ではありますまい。その細分を、 自ら頼んでいる風がない。あの人は自分の本質を知っているから、絶え間なく磨こうとしている。人に見えない苦しみをしている。それが何かの時、焦然と光って出ると、人はすぐ天秤の才能だという。勤めない人が、自らランダを慰めてそういうのですよ。いや、おうきに。ゴンノスケは自分が言われている気がした。 そして、そういう光悦の、のどかれ、間の広い横顔を眺めながら、この人も、と思い合わされるところがあった。見るからに、勇敢の逸人らしい、何の剣も針もない瞳も、ひとたび彼の生む芸、彼の生む芸術へかかった時の光は、こうではあるまいと思われた。右輪に、さざなひとつない日の湖と、 三羽をはらんだ時のびとぐらいな創意があるのではなかろうかと。光悦殿まだお帰りになりませんかその時、若い身を衣に包んでいる男が茶屋を覗いていった。おあまた八んか。光悦は将棋を離れ。では、連れが待っていますから。と、ゴンの助へ挨拶を残すと、ゴンの助も共に立って、 いずれ大阪まで。そうです。間に合えば、野戦ででも、淀川から帰りたいと思いますが。では、大阪までご一緒に参りましょう。ゴンドスケは、そのまま九賀寺を、無前の小倉まで行くつもりらしい。若い妻を連れた、ハイヤの息子や、ホスカワ藩の留守や、他の人々も、それぞれ一組になって、同じ道を、先へ行くもあり、後から来る者も,もあった。 またちの現在やら、以前の身の上話など、その道々何かと語り草になった。どうか、ムサシ殿が守備よくやればよいが、あれで佐々木小次郎も食えぬ男だしすごい腕を持っているからな。またハちは、時々、うれわしげにつぶやいた、小次郎の恐るべきことを彼はよく知っていたからである。たそがれ、三人はもう、 大阪の人混みを歩いていたが、気がつくといつの間にか又八が連れの中から見えなくなっていた。五。どこへ行ったのやら。光悦とゴンの助とは道を戻って連れの姿を夕方の往来に探した。又八はとある橋のたもとにぼんやり立っていた。何を見て、と、怪しみながら、 彼の様子を二人が遠くから見守っていると、また八の目は、河原にあって、夕方の仕掛けに忙しい鍋釜だの、野菜物だの、黒米だのを洗っている、この付近の長屋女房のかしましい群れに、じっと注いでいるらしいのである。はての、あの様子は。ただごとでないその面持ちを遠方からも察したので、わざと二人はしばらく彼の意のままに置いて、言葉をかけずに待っていた。 おお、ああけみだ。あけみに違いない。またはちは、ひとり、そこにたたずんで、うめくように、唇から漏らした。河原の女房たちの中に、そのあけみの姿を、彼は見いだしていたのだった。偶然、という気もしたが、偶然でない気も、いっそう強くした。りそめにも、江戸表の芝の長屋では、女房と呼んだ女である。 その時は、すくせの深い縁などとは、もとより思いもしなかったが、時へて、まして、国意に身を包んで後は、そうしたざれごとに似たことも、ざれごととはなしきれない、在庫を胸にわびていた。が、明美の姿は、はなはなしく変わっていた。その変わった姿を、通りすがりの橋の上から一目見て、すぐ、あ、明美、と、胸打つほどのものは、 おそらく自分だけしかあるまいと思う。偶然ではない。生命と生命との交流は、同じ土に息づいている以上、いつかこうあるのが本当である。それはさておき。変わり果てた明美には、つい一年余ほど前の色も品もなかった。汚い追い紐で、背中には二歳ばかりの赤子を背負っていた。明美の産んだ子またアちの胸には、まずそれが、 ドキッと響いたに違いない。明け火の表も見違えるほど痩せている。それに髪もこりのままのつかみ髪で、木綿つつ袖の見えも振りもないのをすそみじかに着、腕には重たげな手かごをかけ、口出しゃな長屋尿棒のからかい半分なさえずりの中に、物売りの腰をひくめているのだった。手かごの中には、海草だの、ハマグリやアワビなどが売れ残っていた。 背中の子が時々泣くので、かごを下へ置いては、子をあやし、子が泣きやむと、両うたちへ向かって、飽きないをせがんでいる風だった。お、おの子はマタハチは、両手で自分のうをぎゅっと押さえた。胸のうちで歳月を数えた。二歳としたら。おお、えどの自分になる。とすれば。すきやしの腹で、ょし書集の割りだけの下に、 むしろを並べて、ともに百叩きにあったあげく、西と東に放たれたあの時は、もう彼女の肉体に、今の子供は体内にあったわけである。夕方の薄らびが、河原の川水から、またはちの顔に揺らいで、顔中が溢れる涙みたいに見えた。後ろを、忙しい往来が流れているのも彼は忘れていた。やがて、何も知らない明美が、 売れない手かごのものを腕にかけて、また、とぼとぼと、河原の先へ歩き出して行くのを見ると、彼は何もかも打ち忘れて、おい手を上げて走りかけた。光悦とゴンドスケとはそこで初めて駆け寄りながら、また八度の、なんじゃ、どうなすったのが、と呼びかけた。六。また八は、は,はっと振り向いて、 連れの者に心配をかけていたことを初めて気づいたかのごとく。お、すいませんでした。実はその、実は、とは言ったものの、その実を人に伝えるには、急場の言葉では分かってもらえそうもない。ことに、今ふと、胸に呼び起こした彼の発信は、彼自身でも説明に難しかった。勢い、言うことは、そこで唐突にならないわけにゆかない。また八は、 喉に使えるこむごもな感情の中から、最も手っ取り早いことだけ言った。少しとも、わけがありまして、急に私は、元族しようと思い立ちました。もっとも、まだ和上から、本当の特度も受けていない身ですから、元族すると言っても、言わなくても、もともとありのままなんですが。え、元族するまたはちは、辻つまっているつもりだが、平成に聞くものには、 ひどく辻妻が合わなすぎた。それはまたどういう死災かなどうもご様子がちと変だが。詳しいことは言えませんし、言っても他人には馬鹿げていますが、以前一緒に暮らしていた女にそこで会いました。ほうほう、昔なじんだ女子に。呆れ顔する二人に、しかも彼は気真面目であった。そうです。その女子が赤子をおぶっているので、年月を食ってみると、 どうも、自分の産ませた子に違いありません。本当ですか本当に子をぶって、河原を物折りして歩いていたんで。いやいや、落ち着いて、よく考えてごらんなさい。いつ別れた女子か知らぬが、本当に自分の子かどうか。疑ってみるまでもありません。いつの間にか、手前は親になっていたのです。知らなかった。すまなかった。急に今、胸をせめつけられました。手前はあの女に。 はんな惨めな物売りはさせてはおかりません。また、子に対しても、父らしい務めをしなければなりません。光悦は、ゴンの助と顔を見合わせて、多少の不安を覚えながらも、では、浮いた話ではないのじゃなと、つぶやいた。またあちは、衣を溶き、ずうとともに光悦の手に託して、誠に、あばかりですが、これを明神寺の具藤様にご返上申してください。 そして、恐れ入りますが、今のようにおっしゃって、マタハチは大阪でひとまず親になって、働くと伝えてくださいませるかいいのかなそんなことで、これをお返し申して。和嬢様は、常々手前に行っていました。町へ帰りたかったら、いつでもされよと。うん。また、修行は寺でもできぬことはないが、世間の修行が何時、汚いもの、汚れたものを意味問うて、 寺に入って清いとするものより、嘘、がれ、惑い、争い、あらゆる衆をの中に住んでも、がれぬ修行こそ、真の教であるとも言われました。うん、いかさまのう。で、もう一年のあまりもおそばにおりますが、手前にもまだ、褒めもくださいません。今日まで、またはち、またはちで済ましていました。後でまた、いつでも、自分でわからないことができたら、 和嬢様のご門へ駆け込みます。どうぞ、そうお伝えおきくださいまし。言い終わると、またハは河原へ駆け降り、もう夕霧に、ほの暗い人影を、あれかそこかと追っていった。松よい船一。旗のような赤い夕ごもが、 一切れ飛んでいる。泣いた海の底をタコの葉雲も見えるほど、水も空もこの夕方は澄んでいた。その鹿間の裏の川尻に昼頃から小舟を繋いで、やがて迫る黄昏に、わびしい水煙を上げている一層の世代がある。寒はないかの。風が冷とうなってきたが。七輪の日に芝を折りくべながら、おすぎばは船底へ言う。 そこのトマの影には、先導の妻とも見えぬ、なよやかな病人が、つねがみをひまくらに当てて、白いおもてを半ば、ヤグの襟に隠して寝ていた。いいえ。病人は、かすかに頭を振る。そして、少し身をもたげ、かゆを煮る、米を洗って、七輪へ仕掛けているばばの姿を、そこから、不死がむように。ばば様、あなたこそ、 先頃からおかぜ気味ではございませんかもうあまり私のことでご心配なさらないで。という。何のわわは振り返って。そなたこそ、そのように、いちいち気にして保るな。の、お通よ。やがて待つ人の船も見えようほどに、かゆなと食べ、力をつけて待ったがよい。ありがとう存じます。お通うは、うと涙をうるませ。 とまの影から、おきを眺めた。タコ釣り船や、煮船や、いくつかの船影は見えたが、彼女の待つ、境港から立った、無前通いの便船は、まだ、ほかげすら見えてこない。ばばは、鍋をかけ、北地をぞいている。かゆはやがて、くたくたと煮えてきた。徐々に、雲は暗くなる。ほって、遅いのう。遅くも、 夕方までには、着こうとのことじゃったが。波の触り、風の触りもない海なのに。と、ばばも、待つ船を、しきりと待ちあぐねて、沖を見てはつぶやいた。言うまでもなく、この夕方、ここによる予定の便船というのは、つい昨日、堺港を出た、太郎財門船のことで、それには、小倉へ下る、宮本武蔵が便乗したと、 早くも山陽の街道筋には知れ渡っていた。噂を聞くと同時、姫路藩の青木丹左門の子息上太郎は、すぐ使いを走らせて、猿の本位連携知らせた。知らせを受けた馬場は、その吉報を携えて、またすぐ村の七宝寺へかけた。お通は、そこに病を養っていた。去年の秋の末頃、嵐の夜、 佐用山の岩穴へ、おばばを救いに行って、帰っておばばのひどい長尺に遭い、気を失ってしまったあの時の明け方から、ずっと続いて、意識は元によみがえっても、体の具合は前のように優れなかった。許してくだされや、春の夜まで、このばばをどんなに芋して。その後のばばは、彼女の顔を見るごとに、残下の涙を流している。 おつうはまた、もったいない、と、それをしも、帰って苦痛にして。自分の体には、以前からどことなく、こうした持病の目があったので、決して、ばば様のせいではないと、慰める。事実、おつうには、そうした病の経歴がなくはない。数年前、京都のカラスマル三宏の館にいた頃も、幾月かを、病に伏したことがあり。 その折りと今度と朝夕の容態もよく似ていた。夕方になると微熱が出て軽い咳が伴った。目に見えぬほどずつ体は痩せてゆき、その麗しい要望は余計麗しさを増し、むしろその美はあまりに尖れすぎてきて、対語するものをしてふと憂れしめるほどだった。2> 2 しかし、彼女の瞳はいつも喜びと希望に満ちていた。喜びとしては、おばば様が自分の心を分かって暮らす頼みか、同時に武蔵様やすべての人たちへもご自身の過ちへお気がついて、生まれ変わったような優しいばば様になって暮らされた。という事実を目に見、また生きている希望としては、近いうちに、 何がなし、心待ちの人と会う日も、近い心地を覚えていた。ばばもまた、あれ以来は、今日までのおしが罪と、心一違いより、そなたを不幸にしたつぐらいには、きっと武蔵殿へ、ばばが両手をついてわびても、そなたの身を、良いように頼んで死んぜるぞよ。そう言って、一族の者はもとより、村の誰レカレへも、お通とまたハチとのかつての古正門は、 綺麗に破棄して、やがてお通の夫たる人は、武蔵でなくてはならないと、自分のこちから言うほどに変わっていた。武蔵の姉のお銀は、馬場がまだこういう気持ちにならない前には、彼女を呼び出すために嘘を言って、うむ村の付近にいるようなことを言ったが、事実は、武蔵が出奔後、針馬の円類へ一時身を寄せ、そこから竹へ片付いたとかいうのみで、 その後の消息は伝わっていなかった。で、疾法寺に戻って、以前からのしるべといえば、やはり誰よりもおばばとが濃い仲だった。そのおばばはまた、朝晩に疾法寺を見舞って、薬は飲んだか食べ物は今日の気分はと、真心のありたけを傾けた。見取りの世話をしてくれたり、また、心を力づけてくれるのだった。 また、ある時はしみじみと、もし、いつか岩穴で、そなたがあのまま蘇らなんだら、わしもその場で死ぬきれあった、とも言った。偽りの多い人だったから、彼女もはじめは、ばばの残下に、またいつ変化が細いものでもないと思っていたが、日が経つほどに、帰ってばばの心情は、濃く、熱く、細やかになるばかりだった。時には、 こんなにも良いお方とは思わなかった。と、おつうですら、以前のばばと今のおすぎとが同一に考えられないほどだったから、本意連携の親しい者も村の人々も、どうしてあんなに変わりなさったか、と見ないあった。その中に誰よりも幸福を知ってきたのはおばば自身であった。会うもの言葉を交わすもの身近なの、すべてが、 自分に対して以前とはまるで変わってきたからである。にこやかに迎え、にこやかに迎えられ、良い年寄りとまわれる幸福を、六十を超えて彼女は初めて知ったのである。ある者はぶっつけに、ばばさんはこの頃お顔まで良いお顔になんなすったのう、と正直に言った。そうかもしれぬ、と、ばばはそっと鏡を取り出して、 自分の姿を見入った。しみじみ、歳月を覚えた。故郷を経った頃には、まだまだ半分以上も混じっていた黒い髪も、一毛残らず真っ白になっていた。心の姿も、顔形も、純一で白いものに立ち返っているように、自分の目にも見えた。 三。佐賀井を出る一日の太郎左衛門船で、武蔵殿は小倉へおもくそうな。かねて、武蔵が通過する説は、すぐ知らせると言っていた姫路の上太郎から、各都の知らせに、どうしやう。問うまでもないが、お通へ心を聞くと、お通は元より、行きます。という。夕方はいつも微熱が出て、大事にヤグへ身を入れているが、 歩けるほどな病気ではない。さらば、と、すぐ尻尾寺を立ち、途中は薄着が、我が子のように見守って、一夜を青木丹左門の屋敷に休み。無前が通いの便船なら、鹿前は必ず寄るはず、一夜は積み荷を下ろすため、泊まりとなろう。藩の人々も出迎えに行くが、そなたたちは人目につかぬように、川尻の小舟にいたがよい。会う折は、 わしら親子が良いように作って死んぜる。と、丹左衛門の言葉に、何分と、その日、昼頃鹿間の裏に着き、川尻の船にお通を休め、以前、お通の乳母なる人の家から何かと物など運ばせて、太郎左衛門船が入るのを今か今かと待ちかねていたのだった。ちょうど、その乳母なる人の染め屋の柿の近くには、別に武蔵の通過をかねてから待って、 彼のために相当祝し、一石の宴を設けて、また彼の人間をも見ようとする姫路藩の人々が二十四名も籠まで持って迎えに出ていた。その中に青木丹左門もい青木城太郎もいた。姫路の池田家と武蔵とはその郷土的にも、また武蔵が若年時代の記憶にも朝からぬ縁がある。 当然、彼は光栄とするだろう。向かいに出ている池田家の藩士たちは皆そう意識していた。丹左衛門も上太郎もその見解に変わりはなかった。けれどただ、お通の姿をその人たちに見せて誤解を招いてはいけない。武蔵も迷惑とするかもしれない。そう考えたので、わざと彼女とお杉だけは川尻の小舟へ遠のけておいたのだった。が、 どうしたのか。海は暮れ、夕雲の明かねは薄れ、いつとはなく酔い明かりが青黒く漂ってくるのに、まだ船の影は見えても来ない。遅れたのかな誰かが一路を帰り見る。そんなはずはないが、と自分の責任のように答えたのは、京都の判定にいて、武蔵が船便で一日に立つと聞くとともに、早馬ま知らせてきた藩士だった。 船の出る前へ、境の小林へ使いをやり、ついたちだちと確かめても来たのだから。風もない今日のなぎ、そう遅れるわけはないから、やがて見えよう。その風がないから、小走りはよほど違う。遅れたのはそのせいじゃよ。立ちくたびれて、砂に座るものもある。白い幽筒が、いつか、針場などの空を包んでいた。お、見えた。見えたかあの、おかげらしい。 おお、なるほど。ようやく人々はざわめき立って、浜のふらつきの方へ、ぞろぞろ歩いていった。上太郎は、その群れを、そっと走り抜けて、川尻へかけて行き、下の戸羽群れへ向かって大声で告げた。お父さん、馬場殿、見えたぞ。武蔵様の乗っている船の影が。四。今宵夜。 堺の太郎在門船。待ちかねていた武蔵の乗っている便船。それらしいのが今沖から見えてきたとの知らせに小舟のトマは。え見えてかと揺れ動いて。どこにと、ババも立つ。おつうも我を忘れていう。危ないババは慌てて船べりへすがり立とうとするおつうを抱き支えた。そして共に身を伸ばし。おあれかの 息を飲んで見守った。よいなぎの海らを、星明かりに黒い翼を張って、一層の大きなせんが、見守る二人の瞳の中へ滑り込んでくるように、見ている間に近づいてくる。上太郎は岸に立って指差しながら、あれだあれだ。上太の。馬ばはしかと、離せばなえてそのままほろりと小舟のへりから落ちてしまいそうな。 お通の体を抱きしめて。すまのか急い,いで、この小舟のロを取って、あの便線の下へ、こぎ寄せてたぼらぬか少しもはよを合わせたい。ものを言わせたい。お通を連れて、武蔵もへ。いや、馬場殿、そうせえたところでいた仕方はない。今、藩の方々が、彼方の浜に立ち並んで待ち受けておられるし、早速に船手の者が一目、早舟をこぎ出して、武蔵様を迎えに行った。 ではなおさらのこと、そう一目をはばかってばかりいては、お通合わせる言葉もあるまいに、わしがどうなと人前は言いつくろう。家中の衆に囲まれて、お客として持っていかれる間に、一目でも先に合わせてやりたい。困りましたなあ。ところら、染め屋の家に待っていた方がよかったに。お主が藩の衆の一目ばかり恐れるので、このような小舟に潜み、帰ってどうもならんではないか。 いやいや、そんなことはありませぬ。世上の口はうるさいもの。大事な場所へ行かれる矢先に、あらぬ噂でも流れてはと、父の丹左門が案じるので、取り計らったまででござる。ですから、父とも計らい、広告隙を見て、武蔵様をここへお連れ申して参りますゆえ、それまで窮屈でも、ここに待っていてください。よわあきっと俺、俺武蔵殿、案内してきてくださるかの向かいの小舟から。 武蔵様が上がりましたら、ひとまずその屋の縁を借りて、家中どももご一緒に休息となりましょう。その間に、ちょっとお連れ申します。持っていますぞよ。固く頼んだぞ。そうしてください。おどのも、その間、そっと休んでおられたがよい。言い捨てて、上太郎は、にわかに気もせわしげに、元の浜辺の方へ駆け去った。馬場は、おつうをそっと、戸間の影の後ろへ抱えて、 寝ていやい、と、いたわった。気枕に、表を伏せると、お通はしばらくむせているのだった。今、急激に身を動かしたのが悪かったか、あまりに、塩の香りが強いためか。また、咳が出るの。ばばは、彼女の薄い背をさすって与えながら、その病気を紛れさせようとしてか、しきりに、武蔵がここに見えるのも、もう、わずかなまと、噂した。 ばば様、もうあなたもございません。ありがとうございます。もったいない。どうぞお手を休めて。席がやむと、彼女は髪の乱れをなであげて、うと我が姿を帰り見た。五。かなり時が経った。だが、待つ人はなかなか来なかった。ばばは、おつう一人を船に残して、岸へ上がった。 上太郎が案内してくるはずの武蔵の影を、そこに佇んで待ちあぐねている様子。お通は、やがて武蔵がここへ来るかと思うと、人知れず動機が打って、静かに身を横たえてもいられないらしい。木枕や藤堂、戸間の墨絵をし合って、襟を合わせたり、帯の結びを直したりした。恋を覚え染めた十七八の年頃のときめきも、今のときめきも、 彼女には少しも変わってきた風がない。小舟のへさきにはかがりがつってあった。夜のえぐちにその日は照り生えて、おつうの胸にも赤々と燃えさかった。彼女は今病を忘れていた。小舟のへりから白い手を伸ばし、櫛を濡らして髪をなであげた。そして手のひらに少しのおしろいをとき、それとも知れぬほど薄く顔を装った。 彼女は人にも聞いている。侍ですら、かい眠りをとったすぐ後とか、体のすぐれぬ時などに、やむなく訓前に出たり、人と会う時は、長図を使う間にそっと手早く、方に隠し紅を装って、晴れ晴れしく対話するとか、いう心がけを。たか、なんと言おう。おつうはまた、武蔵と会った上のことが心配になった。 語れば、生涯話しても、尽きないほどなものはある。けれど、いつもいつも、会えば何も言えなかった。何のために、と、かの人は、また怒るかもしれないと恐れる。りも檻である。世上にも聞こえ渡って、天下の注目の中を今、佐々木小次郎との試合に行く途中とあれば、彼が貴重、彼の信念、おそらく自分と会うことなど、 楽しいこととは思うてもくれまい。が、それだけに彼女にとっては、なおさらいちごの檻であった。相手の小次郎に武蔵が破れるとは思えなかったが、不測な敗北がないとはまた言えない気もする。いやいや、いずれが勝つか、という世評では、武蔵が強しとするもの、小次郎が優れたりというものはい、だかはしているのである。もし、 今日という檻を置いて、万が一にも、このまま、再びこの世で愛見ることができないような不幸が、仮にもあったとしたら、悔いは、百年の後も、消すことができないであろう。天にあっては、ひよくの鳥、地にあっては、蓮理の枝とならん。と、来世を願った官邸の解魂を、胸に歌に繰り返して、泣き死んでも、追いつかないことである。なんと叱られても、 彼女は病苦を人へは軽く見せてまで、強い気持ちで、ここへは来たのであったが、こうしていよいよ、その人と会う時が迫ってみると、胸は痛いほどときめき、心は武蔵がどう思うかを恐れ案じて、大手の上の言葉すら見つからなかった。岸へ上がって佇んでいる、おばばはまたおばばで、今宵武蔵と会ったら、まず何よりも、 積年の恨みや誤解を水に流して、心の重荷を解きほぐしたい。また、その証として、彼が何と言おうと、お通の生涯は彼に託さなければならない。手をついて頼んでも、そうしてやらねば、お通にもすまない。などと一人、胸に誓いながら、水明かりの良い闇を見守っていると、あまの,のかかけてきた上太郎の影が、近づきながら呼びかけた。 六。待ちかねていた。ジョータ殿よ。して、武蔵殿には、すぐこれへ見えますかのバブ殿、残念だ。え残念とは聞いてくれ。司祭はこうだ。司祭などは後でよい。一体武蔵殿には、これへ来るのか来ないのか。来ぬ。何来ぬとババは呆然。そう言って、お通と共に。 昼から待ち抜いていた心の針を崩して、見るに耐えない失望の色を顔に表した。で、言いにくそうに、上太郎がやがて説明して言うには、実はあれからややしばし、同伴の人々と共に、便船から上がってくる武蔵の端家を待っていたところ、いつになっても沙汰もなし、端家も来ない。でも、太郎在門船の影は、遠浅の沖に止まって見えているので、 何かの都合で遅れたのであろうかと噂しながら一度なお浜辺に立ち並んでいたがやがて沖へ迎えに行ったお船手の端けの者が漕ぎ戻ってくる様子やれ見えたと思ったのもつかぬま見れば端けの上には武蔵の姿も見えぬどうしたわけかと尋ねると今度の船都合はこの鹿間に上がる客もなし 少しの罪には、おき持ちの仙道から受け取ったので、船はすぐ、ここから室の杖回し、先を急ぐので、という、便船の者の,の言葉だとある。そこで、し家の者のはまた、この便船には、宮本武蔵と申されるお人が乗り合わせておるはず、姫路藩の家中の者のでござるが、一夜はおたまりと存じ、他の者も,も大勢、浜までお迎えに参っております。わずかな間でも、ちょっとこのし家で、 お上がりくださるまいか。そう、申し入れたところ、先導の取り次ぎを聞いて、やがて武蔵の姿が、友の船べりに現れ、下の橋形へ向かって言うには。せっかくのご好意なれど、この度はご承知の通り、大事の一義にて、小倉に赴く途中の方々、臨戦も今宵のうち、室の杖回るよし、足からずご一同へお伝えを。とのことに、 やぶなく引き返してくると、その橋家が浜へ戻って報告している間に、太郎在門部では再び頬張り今、鹿かの裏から立ったばかり、というのであった。城太郎は、こう司祭を告げ、是非もない義頭、家中の者も,も一度立ち去った。だが、馬場殿、こちらは何としたものだろう。と、彼も失望の底に落ちたように力なく言うと、 なんじゃではもう、太郎財本船は、この裏を出て、室の杖、向こうだというか。そうだ。あれ、パパ殿には見えるか今、その先の松原をかわして、西へ行く船が、太郎財本船れ、葉の友には、武蔵様が立っているかもしれぬ。おおあの船影か。残念ながら。これ、上太殿。自体、そなたが落ちとであろうが、なぜ向かいの橋系自分も乗って、 今更何を申しても。へえ、まあ、いスいス船の影をそこに見ながら、口惜しいことはいな。普通に何と言うて聞かそうぞ、ジ太ータわしには言えぬ。そなたから死災を告げてたも。したが、よう落ち着かせてから話さぬと、いっそう病気を悪うするかもしれぬぞよ。七。ジ太郎が告げに行かなくても、ババが辛い心を忍んで伝えなくても、 そこでの二人の話し声は、小舟の蕎麦の陰にいて、耳すましているお通へはもう聞こえていた。どぶり、どぶり。船べりを叩たたく川口の静かな夜波に胸をつかれて、溢れ出る涙をどうしようもなかった。さはいえ、彼女は今宵の薄べりを、上太郎のように、馬場のように、やる方なき残念とはしなかった。 今宵会えなければ、他の日に、ここで語れねば、またよそのなきさでと、一人している十年の誓いに少しも変わりはない。むしろ武蔵様が、降りて途中の土を踏まない気持ちに、さもあろう、とすら、同じ心が持てるのであった。聞くならなく、岩獣、佐々木小次郎という者は、今では中国九州にわたって、 人も許す達人、その道の覇者。武蔵を迎えて、死を消しようというからには、人のみか、彼自身、必勝の信念ができているに違いはない。いかに武蔵でも、今度の九州港は、決して平安な並地ではないであろう。お通は、自分を恨む前に、そう思う。そう思ってはまた、止めどない涙の中に沈むのだった。あの船に、 あの船に武蔵様は今、松原の巣先から西へ行くほ影を見守りながら、棒だと流れる涙に顔を任せ、彼女は小舟のへりに身も世もなかった。ふと、彼女は涙の底から、彼女自身も気づかない激しい力を呼び起こしていた。それは病をも、あらゆる困難をも、また長い年月をも、次貫いてきた。 強い一筋の意志だった。弱い。肉体も、情にも、姿も見るからに弱々しい。彼女のどこに、そんな強固なものが潜んでいるのかと怪しまれるほど。それは今、きっと胸をついて、彼女の方に、ほの赤く、血をのぼせてきたのだった。パパ様、長太さん。ふいに、彼女は船から呼んだ。二人は、岸のすぐ上へ。 近づいてきて。おつうどのなんとお話そう。思いまどって、曇り声で、上太郎が答えた。聞きました。船のご都合で、武蔵様がお見えにならないことは、今、お二人のお話で。聞かれたか。はい。嘆いても及びませぬ。また、いたずらに悲しんでいる時でもございません。この上は、いっそのこと、小倉表まで参りと存じます。 そして、試合のご様子を見届けたいと思います。もしものことが全くないとは、どうして言い切れましょう。その時には、お骨を拾うて戻る覚悟でございます。でも、その病態では病い。病おつお通は、その時全く、自分が病人であることは忘れていた。しかし、上太郎にそう注意されても、彼女の意思は肉体を超えて、はるかに、 高い健康な信念の中に呼吸していた。お案じくださいますな。もう何ともございません。い,いえ、少しぐらいなことはあっても、試合のご先導、見届けるまでは。死にはしません。言いかけた終わりの一言は胸に押さえて、すぐ懸命に水狂いを直し、船の小べりにすがりながら、会うように、岸へ自分で上がってきた。上太郎は、 両手で顔を押さえたまま、後ろを向いてしまい、ババは、声を漏らして泣いていた。